美味しかったです。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。あー大満足です。皆さんこんにちは。お腹が満たされて幸せいっぱいの私、今日は佐野に来ております。佐野と言ったら佐野ラーメンかなとも思ったのですが、今日の気分はラーメンショップなので、初めて来てみましたよ、佐野のラーメンショップ。チャーシューのお肉が3種類、もやしがちょっと入って、玉ねぎが乗っかって、少し甘めのスープで、私には美味しかったです。さてと、どこ行きましょうかね。それといったら何ですかね。今日はここに行くのです。この前豆まきの豆がさ、佐野薬よけ大使祈祷済みお豆いただいたからね、お礼のお参りに行きたいと思います。初めて行くんだ。すごく有名なんだもんね。楽しみです。よし行きましょう。やってまいりました。さのまるくん、参拝者、はい、行きましょう。この感じですかね、テレビで見る風景。おみくじも絵馬も自動販売機の時代なんですね。これ。おもり？あや。ケチ。お参り終わり。今風来、厄除けまんじゅうなるものがあったのですが、残念ながら粒あんです。粒あん苦手です。なので芋フライになりました。すごくいい香り。出来たて、ほっかほかです。うん、赤い。うん。かっこいいです。やばい。うん、うまっ。
芋フライも食べたし、あと佐野といえば耳うどん。でも耳うどんは入らない。また今度。でね、今何かなって見てたら黒唐揚げっていうのがあるんだね。今夜のお酒のおつまみにぴったりじゃん。ということで今探しております。やってまいりました、ど真ん中田沼道の駅でございます。ここでね、佐野のもう一個名物買って酒のつまみにしたいと思います。黒は唐揚げでございます。初めて食べます。買ってまいりました、佐野黒唐揚げ。ほんと真っ黒でもすごくいい匂い。今夜のつまみゲットです。ではお家に帰っていただきましょうかね。今日は半日だけだったけど佐野を満喫できてよかったです。佐野の食べ物美味しいです。今度は私ここにパンケーキ食べに行きたいと思います。じゃあねー。